はい、ということで今回検証はドラゴンロードの3連ジャンプアクションと2連ジャンプアクションの差はどれくらいということで比較していこうと思います。画面左が2連、画面右が3連です。さあ早めにね、ジャンプアクション出すだけで3連ができる簡単なテクニックなんですが、このテクニックだけでなんとタイム差が約 0.2 秒と簡単な割に超お得。結論、3連は早いし超気持ちいい。皆さんの好きなジャンプアクションポイントも教えてください。検証リクエストもお待ちしております。